はい、皆さんこんにちは。おはようございます、こんばんは、ハトクマです。今日も世界中のフィットネスを皆さんと一緒に見ていきたいなと思うわけなんですけれども、この方やばくないですか？この方やばくない？大石和真さんというね、日本のメンズフィジーク選手なんだけど、この腕の太さとか肩の丸み、全体のこの岩のようなボリューム感を見てください。やばくないですか？めっちゃでかくないですか？で、まあ、ネクスト IFBB プロ候補とか、まあ、寺島亮さんがプロを取りに行くね、大会のライバルになるかもしれないみたいなことをタイトルで書いたりしてますけど、っていうのは、この方がですね、今年のオリンピアアマチュアジャパン、ここのプロクオリファイに出られるらしいのよ。ちょっと前からね、見ててこの人、すごく紹介したいなって、紹介したいなっておこがましいけど、なんかこう、皆さんに話したいみたいな。本当そういう風に思ってて、インスタとかで筋肉見てる人は見たことある方いるかもしれないんですけど、あの虫眼鏡みたいなマークを押すとさ、いろんな類似のやつ出てくるじゃん。あんたこんなの見てるでしょみたいな、バーって出てくる中に、高確率でこの大石さんって方が出られてて、毎回そのさ、筋肉の丸みでボディービルのポージングとかクラシックのポージングしてるから、まあ最初はね、メンズフィジーク選手って思わなくて、そっちの選手なんだと思ってたんですよ。で、そう思ってもおかしくないぐらい、本当にその筋肉のボリューム感がすごくて、で、どんどんでかくなってくから、うわ、なんだこれ、日本人でこんな方いるんだみたいな。でもなんか大会に出そうな感じの投稿がないから、まあ、大会とかは出ないのかなみたいな。でも出たらもう間違いなくプロ候補だろこんなのみたいな、やばいのいるなって思ってて、でずっといつかね、動画で喋りたいなって思ってた中で、今回その11月の、まあ、大会に出るってことで、これはまあ皆さん見てかなきゃダメでしょというところで、まあ今日ね、満を持してハトクマ喋るんですけど、まあ、とにかくさ、まあ、このさっきの映像の丸っこさ、これもすごいけど、その本当にね、ボディービルのサイドチェストした時の持ってきてる胸のボリュームとか、この見える腕とか肩の太さ、あとはまあそのクラシックみたいなポージング取った時の、メンズフィジーク選手だけど、クラシックでもいけそうなさ、フォルムをしてるじゃん。ダブルバイなんかした時とかもさ、背中がぐわっと広がって、ちょっとなんかジェレミー・ブエンディアのさ、なんかダブルバイっぽさもあるけど、なんかお腹周りとかさ、なんか腕の二頭の感じとかがちょっとジェレミーのあの形に似てるなって勝手に思ってるんですけど、まあね、メンズフィジーク選手ですよ、この方は。2019年は大会に出られていて、FWJ のやつ出てて、2位とかなのかな、まあ上位に入られてて、まあこの右ですよ。今25なんですよ、この人ね。その年齢の若さにも驚きしかないけど、ってことはこの2019年の大会は22とか23歳なわけじゃないですか。それもやばい。その年でもうこの体を持ってる。まあそういう選手もね、いるよ。ボディービルダーで言ったら、相澤隼人選手とかさ、もうやばいじゃん。あれはもう、ちょっと違うから枠が。まあそんな方もいるけど、メンズフィジーク選手でもうこういう体も持ってて、で、そっから3年で筋肉の丸っこさとかボリュームがもう引き上がってて。もうそんな選手が、もうオリンピアアマチュアに出ます。で、オリンピアアマチュアにはじゃあ誰が出ますかっつったら、寺島亮さんが出られるわけじゃないですか。この前大会に出てオーバーオール優勝されましたけど、今回はそのプロクオリファイでプロカード3枚発行されるうちの1枚をね、取りに行くんだけど、同じクラスなんですよ。この大石さんも身長が167ぐらいということで、多分ぶつかるんだよね。まあ、他で言うと、神山さんとか、これ左は大輝さんって方で、5月のプロクオリファイでクラス1位と2位になられた方。で、他にもね、多分猛者はいっぱいいるんだけど、ほんとその、そもそもこの大石さんって方がいない状態でも、各大会のさ、チャンピオンがこぞって集まってプロを狙いに戦うわけじゃん。それだけでもやばいのに、そんなところで、まあ、この方がね、こう急に出てきて、まあ、急に出てきたわけじゃないかもしれないけど、ほんと台風の目みたいな、ダークホースみたいになるんじゃないかなって思ってるんですよ。今年の5月は夏木さんがね、こう出てプロになられて、うわって注目浴びたじゃないですか。言ってしまえば、岡田選手とか他の方、知名度ある方、もっと知名度ある方がいらっしゃる中で、やっぱその若さもあって、うわ誰だみたいなことにもなって、一気に注目度が当たってっていう選手もね、いる。まあそういう方にこの大石さんも、もう十分以上にね、なられる可能性あるんじゃないかなってところで、まあ寺島さんが今回プロを狙いに来てますけど、まあ、そこのね、大きなライバルになるんじゃないかなって。筋肉のサイズだけで言えば、この大石さんの方があるんじゃないかなとは思います。筋肉の見た目のバランスとかはね、寺島さんの方が綺麗かなって思ったりとか、まあ、コンディションのね、作り方は、まあ、前回の大会は、まあ、クラスで言うと2位だった方かな、がすごく絞りがね、良かったんですけど、その方も出てくるだろうから、もう多分すごいことになるとは思うんだけど、クラス A になるのかね。まあ、そこのクラスは。
とにかくこの大石一馬さんですよ、筋肉のボリュームだったりとか、もうそういったもうサイズ、ここではもう負けることはねほぼないぐらいのものを持ってると思う。これとかまたちょっと昔に戻って2年前ですけど、2年前でこのサイズを持ってます。このコンディションでね、今絶対それよりもでかくなってるだろうから、もうその腕周りとか胸板の厚さとかそういったところはプロの選手と同じぐらいのサイズ感は持ってると思うので、もう本当にね楽しみです。であとプラスで言うと、この方だと思うんですけど違ったら本当にごめんなさい、あのファルークさんとかのコーチ、カッツですね、アリエルカッツアルベルト、プロをねめちゃ量産してるよとか、もうそのオリンピアに行く選手めっちゃ誕生させてるよとか、もう大体の上位総なめしてるよこのカッツって人のクライアントがみたいな話をね、ファルークさんの時にしたと思うんですけど、この方もそのカッツって方になんか見てもらうっぽい。もともとこの体を持ってて、まあ、調整とか減量部分を見てもらうんだとは思うんですけど、もうトップのね、コーチがついてる、もう何人もプロにさせていて、もうプロをオリンピアにも行かせている。マジ無敵感がすごいなっていう。だから本当に、まあ、どんなね、ステージングになるのか、ここがね、楽しみ。まずはまあ、リージョナルにね、絶対出られるだろうから、まあ、そこで、まあ、どんな体なのかっていうのを見れるのが、まあ、楽しみな第一関門なんだけど、最終関門はこのプロクオリファイ。だからもう、ここもね、もう、鳩熊は、できればね、もう見に行きたい。ジャパンプロは行きたいなって思ってるんですけど、オリンピアアマチュアジャパンもね、前日に行われますんで、これもね、もう見に行くしかないな、というラインナップになってきたんじゃないかな、と思います。ってことで皆様、大石一馬さんね、まだ知らなかったって方いたらぜひ概要欄にインスタグラム貼ってあるのでそこからチェックいただければと思います。マジでサイズはね度肝抜かれる。これ間近で見たら本当にね凄まじいんだろうなって思います。そしてまあ同じ11月のオリンピアアマチュアジャパンで言うと、海外の選手もねなんかどうやら出るみたいで、このチャーリー・ジョンソンという方がいて、コーチングやってたりとか、まあそのインスタグラムではね、結構有名、もう60万近く、まあ、いる方なんですけれども、この人が、まあ、自分の挑戦ということで、日本のね、オリンピアアマチュアになんか出るらしいんですよね。っていうのを、黒崎さんからいただきました。本当にありがとうございます。で、まあこの人の体、筋肉量的にはね、すごくでかいというわけではないんだけど、まあポージングもしっかりと見てもらって、作り込んでね、こっちやってくると思うので、まあ、注目度もね、その、この人のファンってものすごい数がいるからさ、結構向こうの方でもされるんだろうから、まあ、こういった選手が日本にも来るってことは、他にもいろんな国の選手がね、まあ、来られるんじゃないかなって思うんですよ。韓国とか中国だけじゃなくて、本当にヨーロッパとかアメリカとか、そういったところから選手が来ると、まあ、サイズがやばい選手とかも、どのカテゴリーにもいっぱい出てくるだろうし、まあ、その辺もね、まあ、コロナ禍の情勢次第だけど、めっちゃ楽しみだよね。で、オリンピアアマチュアでプロになったら、そのまま次の日のジャパンプロ出れるわけだから、ここもまたね、もう優勝予想とかした中に、もう崩れるような選手が入ってくる可能性もあるし、でもそんな中でも、今日紹介したこの大石さんは、海外選手が来たとしても、バルク負けはね、本当にしないぐらいだと思います。あとはまあ、このバルクとか、ウエストの細さとかを見たときに、そのメンズフィジーク選手のプロポーションとして見て、どういう風に見えるんだろうとか、まあそういったところがね、ハトクマ的にはすごく注目どころかなって感じですと。ということで今日はですね、やばい日本人のアマチュア選手がいるということで大石さんを紹介させていただきました。皆様要チェックいただければと思います。ということで今日の動画はここで終わりです。ご視聴いただきありがとうございました。今回の動画に関する感想等ありましたらガイドライン設けてはおりますが、ぜひコメント欄書いていただければと思います。またこの動画少しでも面白かった良かったよと思っていただきましたら、高評価のクリックよろしくお願いいたします。またハトクマチャンネルの登録まだされていない方いましたら、ぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様、バイチャ。